福島水穂君、えー、社民党の福島水穂です。まずゲノム医療におけるえゲノム情報とプライバシーについてお聞きをいたします。え血液や尿などの検体の 制度管理は必要ですが同時に検体から得られる個人情報いかに保護していくのかっていうのも今後の大きな課題ですとりわけゲノム医療の進展のために遺伝子関連検査を積極的に推し進めていこうとするのであれば遺伝子関連情報という個人情報の塊が外部に流出することのないよう厳重な措置を合わせて講じなければならないというふうに考えますなお改正個人情報保護法の施行により本人同意のないゲノム情報の使徒 や第三者への提供が禁止をされましたえ厚生労働大臣は、衆議院厚生労働委員会での答弁で、遺伝子検査については個人情報の保護を、これまで以上にしっかりとしたものにすべきと、個人的には持っていると、無、えー、答弁をされていらっしゃいます。個人的ではなく、政府として厳格な対応が必要と考えますが、対応について、どうお考えでしょうか、はい、山本参事官。 お答えいたします個人情報保護法におきましては、えー、個人識別符号が含まれる情報を個人情報として規定しています。この個人識別符号とは、単体で特定の個人を識別できる文字、番号、記号、その他の符号として、政令で定められたものでございます。個人情報保護法施行令におきまして、この個人識別符号として、 細胞から採取されたデオキシリボ核酸別名 DNA を構成する塩基配列を電子計算機のように供するために変換したものが規定されてございます。ご指摘のゲノムのデータにつきましては、この個人識別符号に該当し、個人情報に該当することとなります。なお、このため、このようなゲノムデータを取り扱い際には、個人情報で、 個人情報保護法により求められます安全管理措置、その他の規律に従っていただくことになります福島みずお君。はい、今、話していただいたように、普通のものとやっぱり全然こう違うわけですよねで、ゲノム情報はどのような加工が行われた場合に、匿名加工情報となりうるんでしょうか、具体的に教えてください個人情報委員会事務局、山本参次官。お答えいたします。 個人情報保護法に規定された匿名加工情報、これを作成する際の基準につきましては、個人情報保護委員会規則で定められてございます。具体的には、個人識別符号を含む個人情報から、匿名加工情報を作成するためには、この規則におきまして、この個人識別符号の全部を削除することとされております。このため、ご指摘のゲノムデータにつきましては、 個人識別符号に該当するゲノムデータを含む個人情報を加工して、匿名加工情報を作成する場合には、当該ゲノムデータの全部を削除する必要がございます。福島みずお君つまり、えー なんか個人識別符号を全部削除することが必要ということは、名前だけではなくて、ゲノム情報全体が実は個人識別符号になるということで、そのゲノム情報を改変しない限りは、外に出すことができないということで、よろしいわけですね山本参事官。ゲノム情報、ゲノムデータにつきましては、解析の程度が、手従 いいくつかの段階があると思いますただし、あの個人、特定の個人が認証できる程度に解析をされたゲノムデータ、これが今、一般的に用いられていると思いますけれども、このようなものにつきましては、個人識別符号ということで、匿名加工情報を作成する際には、このようなゲノムデータのすべてを削除すると。 いうことが規則において求められる、こういう形になっておると存じます、はい、福島みずお君、えー、つまり、えー、非常にある意味、ある、まあ、特別なというか、であれば、この人だって特定されるからそれはないけれども、いろんなグラジュエーションがあって、そのゲノム情報の一部を改変するなりして、それを外部に出すのは匿名確保情報になるということなわけですよね。えー、とするとですね、 やっぱりその匿名加工情報でなければいけない、外部にプライバシーが出てはいけないっていうときに、もう少しきっちりガイドラインを決めるとか、その必要があるのではないかというふうに思います。匿名加工情報のの中でゲで、ね、ゲノノムムにおける核ゲノムは約31億の、えー によっててて構成されているとされれいいるるとためゲノム情報の中の一つないし、ごくわずかな配列を変えるだけで、匿名加工情報として取り扱われてしまう危険性があるのではないでしょうか、いかがでしょうか山本さん時間先ほどお答え申し上げましたとおり、個人識別符号に該当するゲノムデータを含む、個人情報を加工して匿名加工情報を作成する場合には、 当該ゲノムデータの全部を削除すする必要もございますこのため、えー、個人識別符号に該当するゲノムデータの一部を加工する、今ご指摘のような形での対応をされたといたしましても、制度上、これは匿名加工情報には当たらないということになりますので、えー、そのような整理になろうかと存じます。福島みず君はい SNP、えー、変異40カ所未満、SDR4 が8繰り返しまでなら、個人識別不合とならないため、利活用や第三者提供が制限なく行われると、えー、事前にお聞きをしました。しかし、これが妥当かどうかも含め、しっかり厚労省でガイドラインを作るべきだというふうに思っております。 それでですね、政府の健康医療戦略推進会議の下部組織、ゲノム医療実現推進協議会の下に設置された、ゲノム情報を用いた医療等の実用化タスクフォースは、昨年10月19日、ゲノム医療の実現発展のための具体的方策について、意見取りまとめを発表しました。その中で、保険適用された検査項目が少ないということが指摘をされています。ゲノム医療に対する保険適用に関する厚労省の方針はいかがでしょうか。 鈴木保健局長。 ゲノム医療にに対する保険適用についてお尋ねございましたあのご指摘のとおりあのゲ、ゲノムタスクフォースの報告においては、普及しない原因としては、保険適用される検査方法が少ないこともあるというふうな意見があったというふうに承知をしております。この遺伝学的検査でございますけれども、有効性を確認しつつ、その対象を順次拡大をしておりまして、平成28年度の改定におきましては、指定難病である38疾患を追加をいたしまして、全部で72疾患が対象となっています。 今後の,あの改定におきましては、調査等によりその実態を把握をして、関係者からのご指摘、ご要望を踏まえて、中京において検討したいというふうに思います、はい、福島ずほ君。はい上記意見取りまとめにおいて、患者数が少ない疾患において、遺伝子検査について、費用を考慮した上で、確保すべき質の水準を検討する必要があるとされていますが、厚労省としてはどのように考えていますか。寛大政局長 先生ご指摘のとおり、昨年10月のタスクフォースの意見取りまとめにおいては、諸外国と同様の水準を満たす具体的な方策等を検討していく必要があるとされている一方で、特に難病等の患者数が少ない疾患において、研究活動の中で行われ、診療にも活用される遺伝子関連検査について、費用等を考慮した。 上で確保すすべき質の水準を検討るるる必要があとと指摘されていこの具体的な水準につきましては、今後、医療関係者や学会の代表等が参加する検討会で議論を行う予定でございますけれども、診療に用いられる難病等の希少疾患に関する遺伝子関連検査のうち、研究活動の中で行われるものについては、 検査施設の負担等を考慮して、検体検査の精度を確保するために適,正な適切な基準が設定されるように検討してまいりたいと考えております、はい、徳島みずほ君、はいえー。同じく意見取りまとめでは、検査の質の確保の観点から、科学的根拠を評価するための新たな体制を日本医学会に構築してはどうかという意見が示されています。厚労省の受け止めはいかかがでしょうか神田政局長 ご指摘のタスクフォースの議論におきましては、学会、大学研究機関など、アカデミアとして遺伝子関連検査の科学的根拠を評価するための新たな体制について、日本医学会に構築してはどうかという提案がなされているものと承知しております。 具体的には、検査結果の意味づけが十分なされていること、まあ、臨床的妥当性でございますけれども、また臨床上のメリット、いわゆる臨床的有用性について、科学的な根拠に基づいて評価されることが重要というふうに考えておりまして、学会等においてその評価を行う体制が確保されることを期待しているところでございます。 福島みずお君、えー、その評価体制に関しては、政府や製薬会社、医師団体の影響から独立した第三者機関が望ましいと考えますが、いかがでしょうかどうなったかお答えになりますか。寛大政局長 先ほど、まあ、提言にもございますように、当然、その中立的な独立した第三者官が望ましいということから、まあ、アカデミアの中に医学会等に構築してはどうかという提案がされているということもそういった趣旨かというふうに考えております。従いまして、その学会等においてその評価を行う体制を構築していくことが重要だというふうに考えております。はい 福島みずお君、はいえー、特定非営利活動法人日本臨床検査標準協議会は、2 0 1 2年3月、遺伝子関係検査に関する日本版ベストプラクティスガイドラインを策定しました、本法案並びに今後の症例と同ガイドラインとの関係はどのようなものになるんでしょうか。政局長 遺伝子情報や検体が国境を越えて取引の対象とされていることを踏まえまして、遺伝子関連検査の国際的な制度確保を目的として、OECD が作成した分子遺伝学的検査における質保障に関する OECD ガイドラインを基にいたしまして、国内事情を考慮した形で策定された日本版ベストプラクティスガイドラインは、 遺伝子関連検査の質の保証の実務に関する我が国における包括的なガイドラインであると承知しております。昨年10月に取りまとめられましたゲノム医療タスクフォースにおきましても、遺伝子関連検査の品質、精度を確保するため、遺伝子関連検査に特化した日本版ベストプラクティスガイドライン等、諸外国と同様の水準を満たすことが必要であり、法令上の措置を含め、具体的な方策等を検討。 策定ししててていいいいく必要があるるととううふうにされているところでござままます今回の法改正を踏まえまして検体検査の精度を確保するための基準につきましては、今後、医療関係者等が参加する検討会で議論を行うこととなりますけれども、遺伝子関連検査施設の基準の設定にあたっては、タスクフォースの指摘を踏まえまして、日本版ベストプラクティスガイドラインにおいても、につきましても、この基準の中に取り入れる方向で検討していくことになると考えております。いずれにしましまても 検体検査の品質、制度を確保するために適切な基準が設定されるように努めてまいりたいと考えております、はい、福島みず君は君、い。この動画ガイドラインを見たときに、えー、民間企業が実施している疾患リスクアルコール摂取肥満等の体質遺伝検査や個人識別等では、それらを監督・指導する仕組みや外部制度管理がない、また技術の標準化の観点では、測定方法、測定機器、試薬、標準物質が未だ整備されていない等の課題が明らかとなって だとしていますこれは結構深刻ではないかと思うんですね民間企業における遺伝子検査の質の確保や科学的根拠について厚労省はどう取り組んでいくんでしょうか福田技術国際保険総括審議官お答えいたします民間企業におきますいわゆる遺伝子検査サービスにつきましては関係府省と連携し厚生労働省が事務局を務める有識者会議でございますゲノム情報を用いた医療等の実用化推進タスクフ この昨年10月の取りまとめにおきましても、医療や健康増進の観点から、厚生労働省も関わった上えで、検査の質などにつきまして、一定の水準を確保するために、実効性のある取り組みを行う必要があるというふうにされているところでございます。これを受けまして、現在、厚生労働科学研究におきまして、消費者向け遺伝子検査ビジネスの検査内容、検査手法や利用者への説明内容など、 サービスのの現状をを把握すするための実態調査を行ってございますこの研究の成果も踏まえまして、厚生労働省としては、これらのサービスの質確保等の方策につきまして、必要な施策をしっかりと検討してまいりたいと考えております、はい、福島みぞう君、はい。遺伝子検査が一部の富裕層に対して、科学的根拠の薄い将来の危険性を強調し、多額の費用を請求するようなケースに対して、政府はどう対応するんでしょうか。 三大政局長ゲノム情報を用いた医療を行うにあたりまして、遺伝子関連検査の品質、制度の確保のみならず、検査の対象となっている疾患の診断が行えることによりまして、今後の疾患の進行や治療の見通しについての情報が得られること、また適切な予防法や治療法に結びつけることができることといった、 得られたゲノム情報が意味する臨床的有用性を踏まえて実施される医療の有効性や安全性が科学的根拠に基づき判断される必要があるというふうに考えております。ゲノム医療を含めて新規の医療技術として保険収載するにあたりましては有効性安全性が確保されていることを前提に普及性や社会的妥当性等も考慮して専門家の意見を意見も踏まえ判断をしているところでございます。福島瑞穂君。時間ですので終わります。ありがとうございます。はい